はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん、2021年最後の日、いかがお過ごしでしょうか。マスオでーす。いやー、早いですね。もう終わっちゃいますよ、2021年。で、僕的に2021年はね、本当にこうビッグイベント、プロポーズなどがありまして、すごい印象に残る1年だったんですが、いやその中でね、本当にたくさんの方から応援コメント、そしてねおめでとうといったコメントいただきまして、本当にありがとうございました。いや皆さんからねこう支えられて僕活動してるんだなっていうのがもうね改めてめちゃくちゃね実感した、そんな年だったなと思います。で2021年のね最後のね動画ですよ、これが。で何をねしようかなと思ったんですけど、今年ねやり残したことがあった。それがですね、2021年買ってよかったものランキング。結構いろんな YouTuber さんやってますよね。で僕なりにもこれ買ってよかったわっていうね商品が結構あったんですよ。でそれをこう最後に皆さんにねご紹介したいなと思ってます。まあ正直言うと2020年、去年にですね家電系はもう大量に買ったんですよ。だったんで買ってよかったものっていうか、そもそもあんまり買ってないなっていうねところではあったんですけど、ただその買った中でもめっちゃこれ良かったよっていうものがいろいろあるので、はい、それを皆さんに最後にご紹介できたらなと思います。ぜひですね皆さん、2022年になってしまうと思うんですけど、あこれ欲しいわっていうものあったらぜひねちょっと購入検討してみてください。まずはですねランキング外からご紹介させていただきましょう。3位外ではあるんですけど、1つ目良かったもの、ででーん、こちら宇野フリップというねゲームでございます。カードゲーム、これデカキンさんから教えてもらって、今年ね僕ね動画でも紹介したんですけど、このねウノフリップっていう、こうなんかウノの両面を使うねゲーム、なんか地獄モードがあるこのウノがですね非常にね面白かったんだよね。マロもう今年これで人集まった時、まあすんごいたくさん集まることってそうそうなかったんですけど、でもこれですごくね楽しめたのでね、家族集まった時とかやってみてはいかがでしょうか。これすごく面白かったということで、続いてがですね MacBookプロ。これはねめちゃくちゃいいもので、もう YouTuber としてはもう最高でしかない、完璧なね MacBook Pro なんですけど、まあ、YouTuber だからもう最高なのかなっていう印象が少しあるので、はい、ランキング外にさせていただきました。 YouTuber からしたらねもうこれ1位2位でしょうってね印象なんですけど、はい。でもう一つね買ってよかったものね、ランキング外にはなるんですけど、じゃじゃーん、こちら、これねこの前コストコで爆買いしました動画でご紹介したグラスでございます。これ割れないコップで、すごくね軽くて使いやすくて、実際に買って使ってみて本当に良かったなっていう、そういう商品でーす。はい、ということで、まあ今のところまでが、まあ実際にこう買って良かったものランキング外の商品です。まあ、全部良かったんだけどね。はい、ではいよいよですね、買って良かったものランキングベスト3に移させていただきたいと思います。第3位がですね、こちらニトリさんで買った。カルエクレというお皿でございまーす。マロも反応してまーす。とニトリで爆買いっていう動画で、まあ、ご紹介させていただいた、お皿でございます。詳しくはそちらを見ていただけたらいいんですけど、このお皿ですね、めちゃくちゃ軽いんですよ。僕今こういう風に持てちゃう、もうこの人差し指と親指でこう持てちゃうぐらいに、めちゃくちゃ軽いお皿になってるんですね。で僕これ試しにその時は買ってみたんですよね。わ軽わいいじゃん軽いのとか思って買ってみたんですけど、実際にこれねめちゃくちゃ使ってるんですよ。もう毎日使ってる。お皿が軽いのってどんぐらいこうメリットあるのかなって買う時は正直わからないんですけど、実際に使ってみるとね軽いのって本当にね使いやすいんですよね。でご飯を用意する時も軽いからね、なんか無意識にこれ選んじゃうんですよね。かつ洗う時も
まあ、楽ちんだし、あとお皿をさ、こう食器棚に戻す時も楽ちん。でこのサイズ感もね、いろんな種類とサイズがあるんですけど、このお皿で。で僕が買ったこのサイズは非常にこれ使いやすかったので、なんかサラダちょっと食べる時、多めにサラダ食べる時も使ってますし、カレーライス食べるって時もこれ使ってますし、あとはちょっとパスタ食べるって時もこれ使っちゃってますし、もう何にでも使えるのっていう、あのこのカルエクレのお皿が第3位でございます。おめでとうございます。あのこれね、ニトリで売ってますので、ぜひね、気になるって方はね、あのチェックしてみてください。あのこの今僕が紹介したのは黒いお皿でしたけど、黒以外にもいろんなね、この軽いカルエクレシリーズはあるので、本当にねおすすめになっております。続いて第2位なんですが、今僕が着ているこちら、着る毛布でございます。こちら第2位に僕させていただきました。あの今回の基準としては、買ってマジで使ってるもの、うん、買って本当にもう毎日のように使っているものっていうのを、まあ、ベースでこうね考えさせていただいてるんですが、この着る毛布がですね、本当にあったかいのよ。で編集する時とかもこれ着て編集してたりとか、あとあのテレビ見る時とかも、まあのんびりこれ着てることとかあったりとかね。まあ僕割と暑がりだから T シャツでいることもあったりするんですけど、それでもやっぱり最近寒いのね。だからこれを着てることが本当に多いです。ということで第2位まで発表させていただきました。ではここで第1位を発表させていただきたいと思います。で流行る第1位なんですが、これね、すごい申し訳ない報告がある。これ買ってよかったものランキングではない。あのお仕事で使わせていただいて、で実際にいただいた商品なんですけど、でもね本当にマジで良かったの。はい、それがじゃじゃん、こちら Dbot T9 プラスでございます。わー、超高性能ロボット掃除機なんですが、それだけではなくて、はい、こちら、これね、昨日使ったね、跡がありますけど、水拭き掃除もしてくれるっていうロボット掃除機でございます。あの、これのおかげで部屋が本当にね、こう、綺麗に、こう、キープできるようになったんですよね。これボタンをこうさ、押すだけでですね、あの、掃除をしてくれるんですけど、水拭き掃除もしっかりしてくれるんですよ、これ。水拭き。で、水拭き掃除って普段からなかなかしないじゃないですか。で、大掃除の時にさ、やったりするぐらいで、普段からしないんですけど、ほら、わかるこれ。こういう風に、わかるかな、この水拭き掃除をしてくれるので、まず、前の方で掃除機でゴミを拭き取って、あ、吸い取って、その後ろをこう水拭き掃除してくれるっていうね、すごーくね、いい、まあ、掃除機なんですよ。これのおかげで、本当に今年助かったの。ということで、こちらがですね、2021年、マスオ的に買ってよかったものランキングベスト3でした。いや、1位のね、掃除機は本当に、もうマジでいいですので、ぜひ皆さんもね、よかったらね、チェックしてみてください。はい。ということで、もうあと数時間で2021年が終わっちゃいます、ね、ぜひ皆さんね、いい年越しをお過ごしください。まあね、2022年も明るくいい年にできるように頑張りますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。ということで皆さん、今日も最後までご視聴ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。